皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はまた歌イストカバーの解説ということで、To You という曲の解説をさせていただいております。そして今回は2本目の動画でございます。1本目の動画でも何回も言ったんですけれども、超絶難しいです。とっても難しいです。けれどもね、すごいためになりますので、ぜひ、チャレンジしてみてくださいませ。それでは2本目のこの動画では、男性キーの G フラットのパートを、解説していこうかなと思います。D フラットにしても G フラットにしてもそのギターにとってはすごいこの都合が悪いキーなんですよ。開放弦が全く使えないんで、もう抑えまくらなければいけないです。なので、この曲はとてつもなくギター向きではないですけれども、あえてそのギター向きではない曲をチャレンジすることによって、ちょっとスキルを高めていこうじゃねえかというのがちょっと今回の趣旨なわけでございます。頑張ってついてきてくださいませ。それでは、男性キー行ってみましょう。G フラットから。こんな感じです。です。ちょっとなんかメジャーセブンスついてなかった気もするんですけど、まあまあ、とりあえずやってみましょう。ですね、イントロのっていうメロディーを弾きたいところなんですけれども、このメロディーの音が低すぎて、ちょっとソロギターっぽく弾くことが困難なんですよ、これって。最初はまあ、まだいきます。まだいきます。G フラットのこのパン。で、さっき、どっかの A メロでもあった通り、その ここ人差し指で2本押さえて、まあ、B on F シャープにしてもいいんですけれども、B on F シャープ、C フラットオン、C フラットオン G フラットか、C フラットオン G フラットにしてもいいんですけれども、ちょっとこの2本がね、揃うと、すげえ音がゴム太になっちゃうんで、こんな感じで弾いております。で、もう諦めて、もう普通にソロギターでコードを弾いてます。まあ、なんとなくこの D フラットオン F。あんま高音源側弾かないようにして、でそのまま E フラットマイナーセブンスに行っちゃうと。ここからね、そのメロディーがふん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 みたいな感じも入るんで、まあ、まあ、いっか、ソロギターはっていう感じで、もうコード弾きになっちゃいます。こんな感じです。最後はメジャーセブンスじゃなかったですね。やってみましょう。まず B フラットじゃねえ、これはですね、C フラットになるんですね。まあ、C フラットと B 何が違うんだという話になるんですけど、ちょっとその話を後でさせていただきます。C フラットから G フラットオン B フラット。で、その次は A フラットマイナーセブンスイレブン。お、すげえまともなコードが出てきました。すげえなんか正統派なコードが。D フラット7ですね。D フラット7。で、G フラットに解決すると。こんな感じです。で、ここから、歌が入ります。という感じです。
なかなかこれもまた難しいですね。順番にいきましょう。まず最初 G フラットから始めます。で、よく出てくる11th のフォーム、Am7th の 11th。で、その次 C フラットのアド9th。で、その次 D フラット7th から、ディミニッシュに行きます。まあ、パッシングコードですね。これは普通のディミニッシュです。ディミニッシュ7です。D フラット7から、中指をここに足して、D ディミニッシュ7にすると。で、その次、僕はさっき E フラットマイナー7をこうやって弾きましたけれども、こうやって普通に弾くのもいいんですが、こうやって押さえるのもありですね。こんなフォームで Em7 を弾いて、で、このまま人差し指でこのオンコード弾くみたいな演奏をしてたような覚えがあります。こんな感じ。もしくは普通に Em7 から D フラットに行ってもいいですし、ここで、オン D フラットに持っていってもいいですし、まあ、可能性はいろいろあるような感じです。好きな方法でやってみてくださいませ。僕は動画ではって感じでやってた気がします。で、その次 B フラットメジャーセブンス、あ、 C フラットメジャーセブンス。で、その次 G フラットオン B フラット、こういうフォームでもいいですし、こういうフォームでも OK です。押さえやすさとしてはこっちの方が押さえやすいかなって感じですね。で、その次 B フラットコードから、あ、じゃあ C フラットです。 C フラットです。これは何でしょうね。 D フラットオン C フラットかな。この音がこちらに来てれば普通にこの、まあ、D フラットなわけですよね。オンコードが指定されているので、このベース音がこっち側にいて、このフォームが出来上がるという感じです。で、その次、B フラットマイナーセブンスが来るんですけれども、まあ、こういうやつです。で、マイナーセブンスに行くと。なぜかこれを僕は予言を弾かない形で、弾くことが多いかなって感じです。何ですかね、なんか別に何も考えずに弾くとなんかそういうフォームになってしまいますね。線波が嫌なのかな、なんか意識的に。できるだけ線波したくないからこういう押さえ方してるのかもしれません。ちょっとこれは僕に聞いてみないとわからないです。で、その次は E メジャーセブンスですね。で、その次、まあ、この D フラット、D フラット、違うか、C フラット、オン D フラットか、C フラット7があって、で、オン D と。で、これをルート変えると、まあ、このフォームになるわけですね。そこから、まあ、例の謎をテンションと。という感じです。で、その時は一拍ずつ。A フラット、B フラット、C フラット、D フラット。で、ちょっと爽やかに。なんかサスフォとか決めちゃったりして。という感じです。で、B メロ行ってもまた同じようなコードで、E フラットから。D フラット、B フラット。で、C フラット、B フラット、A フラット。
ラット、C フラット、A フラット、忙しいな。のところが、違う。となるわけですね。ちょっと今、オンコードで弾きましたね。どっちでもいいと思います。こっちでも、こっちでも。そんな感じです。で、サビに入っても結構似たようなコードが続きます。G フラットから。E フラットマイナス7のイレブンス。E フラットマイナス7です。C フラットからオンコードになって、Dmフラットから E フラットと。まあ、この辺さっきやったのと一緒ですね。で、その次、眠れずにのところで、その C フラットメジャーセブンスから C フラットマイナーに行きたいんですけども、この時にその、6が使えるとすごいおしゃれなんですよね。あ、でもこれはここじゃないかな。あ、なんでもないです。ちょっと今6の話はなしでお願いします。次、マイナーセブンスいきましょう。マイナーセブンスフラットファイブ、 C のルートフラットファイブとセブンスとマイナーサード。ところどころで僕もしかしたら C マイナー6使ってるかもしれないです。って感じで、この C マイナー6を使ってるかもしれないです。C マイナーセブンスかもしくは C マイナー6か。ちょっと気分次第で使い分けている気がします。で、その次に D フラットがあって、一周するわけですね。で、またこのシーズン。で、この時に、またコーラスの人が、ハモリの。パートが変わったりとかするの？ハモリのメロディーが変わるので、必ず E フラット7で。まあ、こんな感じなわけですよ。まあ、G フラットのパートになると、ね、そのコードはガラッと変わったりとかするんですけれども、結構フォームが共通だったりとかするので、覚えることとしてはそんなに多くないかなと思います。そんなに多くないかなと思います。で、ここからまた。それは本当の意味はわからない。と言って、でその後ちょっと転調してコードがガラリと変わります。F シャープマイナー。で、その時 G シャープマイナー。で、A フラットメジャーセブンスから、D シャープ、D シャープセブンス、シャープセブンス、シャープナインスか。ややこしいな。D シャープセブンス、シャープナインスです。で、ここから、G シャープマイナーセブンス、C シャープナインス、で、F シャープメジャーセブンスと。という感じです。で、そこから G 音 A になって、ここからもすごいキーが D というですね、ギターにとってはパラダイスなパートが始まります。やっとここで楽ができるという感じです。まず D、普通の D です。なんてすがすがしい、普通の D。F シャープマイナーセブンスから B マイナーセブンですね。
ちょっとゆっくりいってみましょうか。Gフラット。もう一回最初からゆっくり。F シャープマイナス7から B マイナス7です。で、G F メジャー7から A on G。で、F シャープマイナス7になって B マイナス7です。G から G マイナー6。F シャープマイナス7ですから B マイナス7です。この辺は一緒ですね。G シャープマイナス7フラットから。G マイナー6になって、で、謎テンション。最後、アウトローでちょっとこうソロギターっぽいことをして終わります。ゆっくりいきます。で、A から。これを入れてもいいんですけども、入れるのがちょっと難しいんで、僕は入れないです。で、その次、D on A。G にて。で、A から。D on A シャープ。で、終わると。こんな感じの内容になっております。ちょっと20分になってしまいましたね。結構長い動画なんですけれども、どうでしょうか。まあ、本当にね、D フラットからスタートして、G フラットになって、D になってという感じで、その、まあ、キーが全然違うわけじゃないですか。なんで、その、まあ、3曲練習しているようなもんなんで、まあ、ちょっとね、動画は長くなってしまうんですが、ざっくりお話をさせていただきますと、そんな感じでございます。なんとなく、このコードの感覚というのがわかりましたでしょうか。その、僕が使っているコードというのは別にその特殊なわけではなくて、その、ちょっと押さえるところを抜いたりとか、押さえるところをちょっと変えたりとかしているだけなんですよ。なので、ちょっとね、バーッと練習すると、なんかこんな押さえたことねえよってなるかもわからないんですけれども、意外と種類としてはそんなに多くないということが分かっていただけたかと思います。まあ、もちろんこれだけじゃないですけれども、結構基本的なところは大体網羅しているかなというところです。なんかこういうメジャーセブンスの押さえ方だったりとか、なんかこういうテンションの入れ方だったりとか、オンコードとかステップ、あとなんかこういうのとか、なんかこういうのとか、なんかいろんなオンコードの形があったんですけれども、どうでしたでしょうか。なんとなくついていけますでしょうか。まあ、一番最初に言った通りね、うまくマスターできればかなり、ためになる曲だと思いますので、ちょっと大変かと思いますが、ぜひ頑張って習得をしてみてくださいませ。それではそんな感じでしょうか。なんか言い残したことあるかな。大丈夫かな。フラットの話もしたし、大丈夫かな。うん。じゃあ、あとは頑張って練習してみてくださいということです。本当にギター向きの曲じゃないんですげえ大変ですけれども、その分いい経験値になるでしょう。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。はい。